ビルヘルム・ゾーンはドイツの画家であるデュッセルドルフ美術アカデミーの教授を務めたベルリンで生まれたおじのカール・フェルディナンド・ゾーンはデュッセルドルフ美術アカデミーで教授を務める画家であった1847年にデュッセルドルフ美術アカデミーに入学しルドルフ・ビークマン、テオドール・ヒルデブラント、フリードリッヒ・ビルヘルム・シャドウやおじから学んだ 1861年8月23日、叔父のカール・フェルディナンド・ゾーンの娘と結婚した。シャドウが校長が務めていた時代のアカデミーの教育は、宗教画や歴史画を中心にした伝統的な教育が行われていたが、1848年革命を経て、市民の自由主義的な機運が高まる中で、1860年代から一般市民の生活を描く風俗画を描くようになった。 1874年に美術アカデミーの風俗画を教える。最初の教授に任じられた。ゾーンの教えた学生には、エドアルト・フォン・ゲープハルトやヒューゴ・ホーゲルらがいる。1885年に妻が脳卒中で急死した後、息子が重い病気にかかり1895年に教授職を辞して、ボンニチ・カイプッツチェンで看病をした。1899年に、 プツチ,チェンで亡くなった。ありがとうございます。